長友愛理です。今日もよろしくお願いします。今日はアモーレの YouTube でーす。見てください、 iPhone11 に来ました。ちょうど機種変更のタイミングだったんで、ちょっと出遅れてのレビュー動画とはなってしまうんですが、自分が実際に1週間使ってみてどんな感じだったのかなというのをお伝えできればいいなと思います。まず私 iPhone8 を2年間使ってきたんですよね。この大好きな iPhone8、 サイズ感もちょうど良かった、指紋認証も良かった、なんとか画面バリバリにしないで使ってきました。ボタンですよね。やっぱり私の気になるところ、この全画面になったことによって大丈夫なのかなと思ったんですけど、大丈夫でした。1週間も使えば全然慣れる。この戻る時にホームボタンがないと不安かなとは思うんですが、この下からシュッてシュッてするだけで全然戻れますし、平気、慣れます。あとはフェイス ID ですよね。すっぴんで登録したんですけど、化粧してる時も全然大丈夫、大丈夫だね。ちゃんとロック解除された。てか早いですよね、このロック解除する時間が。それがびっくり。だから不便なくロック解除することはできる。だがさすがに変な顔とかしたりするとダメみたい一回引っかかるとちょっとダメみたい。その時はちょっとやり直しましょう。大丈夫っぽいです。すっぴんで登録したけどちゃんとお化粧してることも、 iPhone は偉い、天才だから私のことをちゃんと認証してくれました。これからこの子を相棒と呼びます。はい。で、あとは容量ですね。容量がすごいですよね。 128GB、 前回の8だと 68GB にしてたんですけど、っていうかほとんどゲームなのね、私のこの iPhone が取り占めているデータは。写真がその次かなって感じですね。はい。容量がやっぱり多いっていうのは安心感もあるし、やっぱり動画とかも私は保存したりするので、すごいいいなと思いました。はい。でサイズ感なんですけれども、やっぱりちょっと大きくなるだけで若干こうあーって違和感はあります。確かにこの8だと、私バンカーリングいつも使ってるんですけどね、これ。まあ8だと正直なくてもこうスポッとはまりました。はまったから片手で電車の中でパズドラとか全然できたんですよ。だけどやっぱり8にすることによってちょっとなんか、なんだろう、収まり感はあんまりないんですよ。男性の方だったら大丈夫なのかもしれないですけど。だからまあそうね、これはこのカバーは必須になってくるかなと思います。色はちょっと可愛いパープル見たいからクリアカバーにしました。軽いです、すごく。なので重さは特にあんまり気にならないかな。これも多分でも使っていくうちになれるんじゃないかなとは思います。はい。でゲームはどうなんだよっていう話なんですけど、一番びっくりしたことがこれにして、まあ、私パズドラをねよくやるんですけど、パズドラのさ、この上の何リーダースキル、これがデフォルトで出るっていうのがめちゃくちゃびっくりして、って8の時だってずっとリーダースキルこうやってやって、さあ元気になってみたいな感じで読んでたんですよ。確認しなきゃいけなかった。で何リーダーチェンジされた時とかもちょっと確認いちいちしなきゃいけなかったのが不便だったんですけど、この画面にしてから余白がまあできるじゃないですか、画面全体になるから。だからね、きっとリーダースキルを入れたんでしょうね。これすごくいいです、ありがとうございますって感じです。はい。で一番気になったのはカメラですね。あんま写真撮ることないんですけどスクショばっかりなんだけど、カメラロール、これカメラ画面がすごく綺麗ですね。iPhone のカメラってやっぱめっちゃ綺麗ね。なんか普通にスノーとかなくてももう漏れる時代なのかなとは思います。この広角カメラ、ほら見て、すごくないですか。手の位置ずらしてないのにこんなに変わるんですよ。ほらすごくないねえ。だからちょっと人とね、何人かと撮るときとかいいんじゃないかなって
すごい思います。はい、いいなこれ。てか漏れてるわ自分で言うのちょっとあれなんですが。であとポートレートですね、これもなかなか面白くて、本当に一眼レフカメラで撮ったような感じを味わえるんですよね。スタジオ照明、輪郭強調、お、本当だ、ステージ照明、ちょっとなんか暗くなりますね。おー、なんか昔な感じ。うわー、もはやわかんないよく。はい、こんな感じなんですが、これもなかなか面白いのね。これがいいかな、これ。これで一回撮ってみましょう。これで、すごい顔してますね。これ編集することができるんですよね。ほら。あれ？あー、ちょっと違う。明るさが、だいぶ肌が綺麗になってるんで、詐欺できそう。で、この数字のところ今クリクリ触ってるんですけど、これなんか触った時の動かす感じが、本当にカメラのあの調整するところをカリカリやってるイメージ。触り心地がすごい、なんかずっと触っていたくなりますね。面白いこれ、なかなか。はい。すごい、こんな風に加工することもできると。なんか増えたね。増えたよ。面白い。露出。わあ、明るい、すごーい。だいぶもう本当にカメラね。なんか言ってました、でもカメラマンの人がなんか変にちょっと微妙な値段のカメラとかビデオカメラを買うんであれば、もう今 iPhone の方が全然綺麗だから iPhone 使った方がいいっていう風に聞きました。なのでビデオカメラ家にあるやつ使ってますもうなんかちょっと渋っちゃって買えませんでしたけど、どうせならポートレート、お、ね、ダッフィーどう、ちょっとポートレートになってるこれ。っていうかなんかこのこっちで撮るときすごい変な感じだけど、どうです、ポートレートになってるのこれ。あ、なってるなってるなってる、すごい、本当にカメラじゃん、すごいですねこれ。で、このスローっていうのもなかなか面白そうなんですよ。よいしょ、撮ってみよう。イエーイ、これね、なんかゆっくりになるんでしょ、動画撮ったら。どうです、あ、はい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 、なんだろう、テーマパークとか行った時とかにいいんじゃないですか。あとは何、子供の運動会とか流れる水とかなんかすごい綺麗に撮れそう。ネオンとか、へー、面白いですね。こんな感じですよ。やっぱり iPhone はカメラがめっちゃ綺麗、すごい漏れてるもんだって。もうだからスノーもいいけど、iPhone のカメラだけでも結構いいと思う、私は。はい。ね、インスタグラマーになれるかな。ちょっとバカな発言しちゃったわ。はい。ということで、こんな感じで私の iPhone レビューいかがだったでしょうか。まとめとしては、Face ID は大丈夫。すぐに顔認証してくれる。画面は大きいけど、使ってれば慣れる。で、ゲームはしやすい。大画面見やすい。動画も見やすい。カメラめちゃくちゃいい。この4つ大丈夫。時代はどんどん進んでいくけど、それに合わせて iPhone も優しいから、徐々にこうやってアップデートしてくれてるわけだからね。なんとか慣れていきましょう。私も頑張って慣れていきます。はい。これからも動画出していくので、ぜひともよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきまして、本当に本当にありがとうございました。では、またお会いしましょう。バイバーイ。